はい、私とメリーさんとの出会いはこの伊勢崎町からこの通りを渡って橋を渡った馬車道というところがあるんですが、そこのアート宝飾の1階のベンチでメリーさんを見たのが最初の出会いでした。まあ、最初出会ったというよりも本当に通りを歩いていたら白い物体が何かベンチに座っているなと、で立ち止まってずっと見ていたら動いたので、あ、人間なんだっていう、まあ、そんな印象でした。で、まあ、とても中学生の私が近くに寄れるような雰囲気は全くなくて、その時には本当にこうただ存在を確認したみたいな感じだったんですけども、でその後やっぱり学校に行くとメリーさんの話題になってるんですよね。あのメリーさん、真っ白い人見たみたいな。それであのクラスの中で都市伝説の一つみたいな形でみんなでこうなんていうのかな、本当か嘘か分かんないようなことを話し合うような、そういう一つの存在でした。でそれから自分が実際に映画を撮り始めたのが22歳の時、1997年からですね、メリーさんがいなくなってちょうど2年経った頃ぐらいに、逆に私はいなくなったことによって興味を持ち始めたというところがあります。それで今この伊勢崎町の町含めて実際にメリーさんと関わりのあった人たちと出会ってみたい、話を聞いてみたいと思って97年から2年間この町をずっと取材しました。なんでここの町の人たちと出会うことによって、交流することによって、僕の映画横浜メリーの形っていうのが徐々に生まれていきました。僕としては印象深いのは、このちょうど有林堂とこの今向かいに、今カトレアプラザになってしまっていますが松坂屋があったんですね。この本当の伊勢崎町のメインストリートというのを五代道子さん扮する横浜ローザに実際に街に歩いてもらうというのを私の映画の中で企画してやりました。その時に本当になんていうんですかね、カメラを本当に何台かな、7台とか8台ぐらいいろんな場所に仕込んで、で2回だけ本当にそれで歩いてもらったんですね。もう完全なそれはドキュメントして撮りました。その時のやっぱり記憶というのがとても面白くて、五代さん自体もとてもやっぱり初めてのことで緊張していましたし、私自身もとても緊張していて、どういうこう化学変化が起こるんだろう、町との中でどういう変化が起こるんだろうというのを楽しみにやっていた記憶があります。で、まあ、実際その五代さん扮するローザがこの街を歩いてどうだったかっていうのは映画をまたと見てもらって確認してもらいたいと思うんですけども、それも含めて常にこの街との関わりというのが僕にとっては大きな経験であり、ある意味で言うと自分が映画監督になる時の原点のような、ここは場所だなというふうに思います。今もここは私の生活圏で毎日通る場所なんですが、こうやって改めて通りを見るとやっぱりその時一番最初メリーさんを取材した時の自分なりの思いみたいのが蘇ってきますね。